今日卒業式なんですよ、大学の。はい。だからもうなんか新入生でもなく、卒業生なので、これから卒業式に行くんですけど、なんか僕多分、入場できないんですよね、多分。学籍番号あるじゃないですか。学生番号順でこう呼ばれるんで、そう、そのところに俺の学籍番号が多分ないので、その室内に入れないんですけど、体育館みたいな。だけど、まあ、行くことに意味があるかなと思って。その気分だけは味わいたいじゃないですか。卒業したぜ、みたいな。で、みんなでスーツ着て、わーい、みたいな。やっぱそれが、やっぱ大学の醍醐味だと思うんですよね。この4年間の。めちゃくちゃ楽しみです。まあ、とりあえずその体育館に入れるかがちょっと微妙なんですけど、まあ、スーツも持ってません。はい、スーツも持ってないんですよね、俺。多分実家なんですよね。だからもう、速達便で送っても間に合わない。しかもまだ冬やし、寒いし、外。だからアウター着ちゃえば、下何着てもごまかせるんじゃないかなと思って。まあ友達もめっちゃ誘われて、お前絶対来いよ、みたいな。大学やし、俺。行く意味ないんですよ。だけどまあ、友達に誘われたし、まあ雰囲気も味わいたいので、行ってこよう。味方に、紫蝶々。着替えました、ちゃんと。これ見て。これ古着のシャツ。なんか、クリーム色の。で、これダイソーのネクタイ。で、古着のジャケット。これマジでスーツなくてさ、俺本当に。これもし会場入れないとか言われたら、マジでもうほんまに怒る。だけ、もう怒るだけだけど。今から行ってきます。もう見上げ大事。また遅れる。これ、学校行くとき、ずっと遅れてる気がする、俺。この日はもう8時ぐらいに起きて、もう目も体も心ももう大変な状態だったんですが、なんとか、這いつくばって髪セットをしましたね。そこだけです、大事なのは。卒業式で大事なのは髪の毛だけですね。だからもう、そこだけ頑張りました。学校って言ってもこれもう最後だけどね。いいのか悪いのか俺には分かんない。こんな感じで御堂筋線のメロディーが鳴ってるんですが、なんかこれね、下から見ても横から見ても全方向美少女。これテレビに NHK かどっかにテレビに出て、俺の TikTok もありがとうございます。でもね、これやっぱりね、抜かりないのはね、下から見ても相当羽だけはいい感じでしょ。へへでしょ、これどう見てもこれね、どこの角度から見てもね、これ相当羽だけは抜かりないんですよね。うん、もう本当にこれだけですね。なんか深く彼女と順調なんですか。喧嘩ないの。喧嘩ないんや、やば。喧嘩するときどの内容なの。脱いだら脱いだら、もう放置とか、朝のその放置とか。あー、そのやりっぱなしみたいなね。そうそうそう。あー、かわいいかわいい、羨ましいわ。かわいい喧嘩やな。昨日電車で友達と出会っていっぱい喋ってたんですけど、こうやってなんか誰かと通学、退学通勤、退勤みたいなことするのはもう最後って考えると、やっぱり、こんな顔になりますよね。感慨深いっすね。はい。まあそんな大勢の友達となんか電車に乗ったりした記憶はございませんので、別にそんなめちゃくちゃ悲しいってわけではないんですけど、やっぱりいや悲しいな、ちょっとこれが最後と思うとね、こんな電車に乗って一緒に学校行こうぜみたいな青春を味わえるのはもうないですよ。はい。なんか学校に通ってる時はそういう青春なかったのに、なんかもう最後の日とかどうでもいい日に限ってなんか友達が行こうぜとか遊ぼうぜみたいなってなるのもううざいっすね。学校通ってる時からやっぱそういう熱量で来てほしかったんですけど、ちょっとやっぱ無理やったっすね。うん。卒業式だけまあ、綺麗に終われたらまあいいのではないかという感じですね。結構人いるんですよね。めちゃくちゃ大学生集合です。ほら。はい、坊主。動画やけ。なそれ。
退学式、中退式。やっぱおもろいな、なんか久しぶりに会う人とかめちゃくちゃおもろいな。うい、うほう、久しぶり、うい。そんな会話おもろいな、やっぱり。でもそういう会話がなくなっちゃうのがちょっと嫌やな。うい、久しぶり、今日一元テンプレ、今日何件、うん、昼休憩あんのみたいな、昼飯食おうや。そういう会話がなくなるからな、もう大学生卒業したら。うわ、悲しいな、なんかこうやってみんなと会話ができない、久しぶりとかも言えない。うわ、すげえ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 、俺入れんのかな、そもそも無理かな。結婚したね。なんとしてでも会場に入って、卒業を終える、無事に受付が始まる。はーい、ありがとうございます。いけんじゃんこれ、ワンちゃん、マジでちょっとマジお前入んなやみたいな空気出さんといてな、ほんまに。余計なこと言わない、余計なこと言わないで、入れたら逆にする。マジ、え、なんで入れんのみたいな顔しといてよ、ほんま。当然よな、それ。そうそう、当然よ。来た、受付来た、受付来た。いけんちゃう、いけんちゃう、ちょ真ん中挟まして、俺真ん中。来たんちゃう、来たんちゃう。名前中やからな、座席今日あるの、座るとこない、えぐ、座るとこない。保護者のとこ座るよ、大学生活に培えた力について。なんかそんな、全部1、2、1、2、1、1。あの座席指定やねんとき、あれ最悪や、俺もう帰れってことや。キャンパスライフであなたが満足感を覚えたのはどういう時でしたか。ローソンのコーヒーを飲む時。不満感を覚えたのはどういう時でしたか。単位落とされた時。コートディオ。933、大学の学生生活支援全般に対するご意見があれば教えてください。先生の価値観で物事が決まること。機会があればこの大学で学び直したいと思いますか。いやー、思わないですね、それは。いや、思うかな。まあ僕の学び方が悪かったので、やっぱ自分次第だと思うので、これは大学に問題はないと思います。だから学び直したい。卒業後この大学とどのような関わりを持ちたいと思いますか。関わりはあんまりいらないかな。まあ学び系は自分次第だけど。一度ね、なんとか、なんか俺コート着て行ったんですけど、その卒業式に今着てるんですけど、これ着てたらなんか保護者扱いみたいになってギリ。はい、これ1時間ちょいぐらい式があって、これもうめっちゃ眠い、もうあくび1時間ちょい、もう何してればいいのと思って、携帯も触れないし、式だからちゃんとね、あのそこら辺のルールは守ってるんですけど、携帯触らないみたいな、卒業生と同じ態度を取るみたいな、ちょっと怖かったんで、あの怒られるのが、教授に。ちゃんと守ってたんですけど、やっぱり1時間ちょいこう待つのはやっぱしんどかったですね、さすがに。なんか友達の保護者の方もいっぱい来てて、みんななんかたくましい姿とか、その4年間頑張ってきた姿を親に見せてたので、はい、もうめちゃくちゃ俺の立場がもうさらに狭まりましたね。だから親には俺どの背中を見せていいのかって、この時考えてましたね。こっちが泣きそうになりましたね、みんなの親が来てて。羨ましかったですね。すごい、TikTok のライブだ。お、いいよいいよ、いきます。はいよ、はい、坊主。はい、お卒業おめでとうございます。乾杯乾杯。うわ、いちご美味しくないな、これ。ほんまに、ほんま、結構やな。ラザニアが一番美味しいんやけど。マジ、うん、時間も見てええと思うけど。ちょちょちょ、やらしてやらしてやらして。乾杯乾杯、ビール乾杯。いきます。はい、ポーズ、ドゥー。あ、いい。どこですかこれ。いいよ、え、写真撮れ、撮っていい、いいよ、撮ろう。あ、俺
れなくて。あ、なんで撮っていいですか。やった、はい、ポーズ OK、 ありがとうございます。え、ありがとう、バイバイ。やばい、しんどー、めちゃくちゃしんどい、やばい、マジで靴下も脱ぎたくないし、服も脱ぎたくないし、全部脱ぎたくないんですけど、話させていただきます。グリフィンドール帰ってきましたね。はい。無事卒業式が終わって、まあ、いろんなアクシデントがあったんですけど、まあ、普通になんか座席指定で嘘やろと思って、プリントがあったんですけど、紙が。その中に 5120-0481 っていう学籍番号がなかったんで、うん、お礼ないね、と思って。社会学部ね。そう、フロアが1階と2階があって、その2階が保護者席だったんですけど、その2階の保護者席になんとか入れて、みんなが、起立、気をつけ、礼、などね。そういうことしてるところを、見させていただきましたね。はい。もう、なんか、親のように、なんか、友達がもう、これから社会人になるんだ、と思うと、もう立派な、その、なんていうんですかね、そう、感銘を受けたというか、なんなら保護者席で、卒業もしない、大学なのに、みんなの、たくましい姿を2階から見てましたね。はぁ、厳しい。厳しい体ですね、これは。ほんで、これ何したっけ？パーティー行ったんすよね、パーティー。いや、ちょっと待って、一個言いたいことあって。俺が結構ね、前から、ね、サークルっていうか部活に入ってて、そのテニスのサークルなんですけど、その時入ってた時に、もう俺、辞めさせられたって言ったじゃないですか。なんかそいつと、なんか辞めさせられたやつに出会いまして、なんかそいつがいきなり俺に話しかけてきて、なんか、お、なんか、お前、気持ち悪い。再現するもなんかキモいな。なんかお前、見たで、これ、みたいな。何だっけな。ツイッター、インスタ、まあ、いろいろお前の SNS 流れてくるんだよね、みたいな。言ってて。YouTube は知らないのかな。いや、どうなんだろうね。うわ、リンク貼ってるわ。ミスった。まあまあ、なんでもいいんですけど、まあ、それ SNS いっぱい流れてくるぜ、お前ら、みたいな、言われたんで、やめさせた分際で、その感じで来るんや、みたいな。うん。だからそういう結構がっついて来たんで、うん、こいつキモいなと思いながら。まあ、話してたんですけど、そいつな、マジなんか、普通にこうね、会った時は、え、どう、卒業できたとか、これからどうするん、社会人、何するんみたいな。まあ、これはこうだよ、こうだよって、いろんな質問に答えてたんですけど。まあ、ね、この対面で、これぐらいの距離にいる時ね、これぐらいの距離にいる時は、普通な会話なんですよ。そいつが友達のとこに戻っていたんですよね。そしたらなんかいきなり、お前、SNS もう、流れてくんなよ、みたいな。ミュートしたくぞ、みたいな。なんかそういう。新兵大学生みたいな。こと言われて。なんか、縄張りに戻ったらなんか、気がでかくなってたんですよね。ほんま、しばきたいなぁ、と思って。まあ、そいつもね、友達じゃなくて、よっともだったんで、なんともないんですけど。っていうの話があってですね。で、その後、ただ飯が食えるパーティーに行って、大学1年生の時につるんでた友達とかね、めちゃくちゃいっぱい卒業してて、その時にいっぱいね、聞いたんですよね。お前はこれ学校卒業してこれから何すんのみたいな。やっぱ気になるんですよ、お互い。向こうも聞いてくるし、俺も聞くみたいな。何の仕事するの、これから何就職するのって聞いたら、不動産、IT、プログラミング。僕が通ってたスーパー F 団大学は、そういうなんていうんですか、収入がいい職場につける大学なので、ぜひ皆さん、通ってくぜひ皆さん僕の大学へおいでください。もう IT、 エンジニア、営業、不動産など、うん、将来はもう安定のもう素晴らしい会社についてる友達がいっぱいいたので、やっぱ俺が通ってるところってエフランではないのかなってちょっと思ってきたんですよね。うん、うん、だって俺が卒業できないってことは普通に F ではないってことですよね。A, B, C, D, E, F だから。A, B, C ぐらいじゃない？リアル。だと思います。だって俺はさすがにできなかったんだもん。
まあみんなも、就職頑張ってほしいですね。僕からのメッセージです。新社会人へメッセージ。いいよ、これ。まあ転職とか、仕事辞めたり、フリーターになるとか、まあいろいろあると思いますよ。僕、そうなんで。公務員目指してるんですけど、まあ今フリーターなんで、研修とかね、しんどくて僕の友達半泣きになりながら行ってましたね。でもちゃんとそうやって、世に社会に出るっていうことは本当に素晴らしいことなので、本当に胸張って皆さん頑張ってください。日本を作っているのは君たちなんですから。そういう人がいなかったら俺みたいな人が生まれちゃうので、それは申し訳ないです。なので、まあでもいろんな友達に出会えて本当に良かったなと思います。今見てるよっ友の皆さんと大学の友達、すごく出会えて良かったですね。よっ友を出しにして、僕の YouTube は、完成されていたので、はい。これからもね、僕を見かけましたら、よろしくお願いします。皆さんもね、学校学生生活と、まあ、社会人生活ね、頑張ってほしいです。ありがとうございます。では、じゃあな。